彼が買いですね。こっちが買い。こいつがこいつを買ってるんですね。製造装置。製造装置。彼、この犬が独立して、こいつを飼ってます。でこいつはまあ人間でもなくてロボットでもなくて、犬が、自立する上で、いろいろフォローしてくれる、もの、です。でここに一人いるのはこれは、古い考え方の親父。俺の犬、俺の犬だ。犬は人間に愛されてなものもんじゃという古い考え方の親父がこいつを繰り返そうとしているけれども、まあ、こいつがちゃんと間に入る。犬は決して人間に愛されるっていうのが幸せだということではない。それは昔からなんか人間のあのそういう思い込みでそうなってるけど、実は犬は違っていたという時代がやってきて犬が独立する。まあ、この、結論に至ったのは、つい3分前で今回、進め方としてはですね、連想ゲーム的にやってきました。6人が、まあ、最初に僕はこれから黒いこの丸に棒にでこれ何って隣の人にこう聞いて、そうすると、キラさんが鉄アレ、鉄アレと言いながら、何書いたんだっけ。目を描いたね。で、まあ、その後、カエルに見える。でその後なんだっけ、カエルから電球、あカエルが電球に見える。で電球がこのコンセントからそれからなんかロケットになって宇宙飛行士になって、で男子高校生に見えてきて、男子高校生は捨て犬に傘をかけるという往来の、独特な考え方の中で犬が出てきて、それから、このいうことで将来の、犬の独立のステージ。ありがとうございました。